で今回ね現状を報告したいと思います。確かにそうですね、エンジンルームの中はそう綺麗だから、でこっち唯一救いなのが、内装が綺麗、フロントガラスは全部研磨しますね、全部研磨してあの傷取ります。はい、はい、どうも、はこんばんにちは、かいわいでございます。マッチです。はい、マッチで行くの？マッチで行きます。はい、ということでね、 S15 くんのカスタムっていうか、まあ、レストアっていうか、もうなんていうんですかね、これハンレストアみたいな感じなんですけど、はい、ということでこいつをね仕上げて唯一こいつだけ売りに出そうかなっていう感じですね。金額は599万ぐらいじゃないともう採算合わない。合わない。はい、無事故です。無事故っすね、これで距離が10万。そうです、距離10万キロちょうどぐらい、90万そこそこ仕上げます。で今回ね現状を報告したいと思います。で前頭する感じですね。そうですね、前頭でこの前の人がちょっとこいつ復活させるぞみたいな感じでここ塗ったらしい、エンジンルームの中。一着クソダリーとかやってくれて嬉しいよね。確かにそうですね、エンジンルームの中はそう綺麗だから外装塗る気になったって感じですね、ちゃんと。なんでこいつ白と合わせで外装も白で塗ります。まあエアクリとかサクションパイプとか、あとインタークーラーも新品に交換しますね。でラジエーターはそのままです。はい、でエアコンが効かないんで現状で、クラッチも入らないんで一回真空引いてみて、まずガスが漏れてるのか漏れてないのか、入ってるのか入ってないのか確認したいと思います。で真空引ければ一応そのままガス入れてみます。確かね、俺の記憶だとガスが少なくなりすぎるとクラッチ入らなかった気がする。へえ、でガス入れ出すとクラッチがカチッて入り出すような気がする。記憶、俺の確かな記憶だったね。違うかもしれない。久しぶりにやるんでね、エアコンの修理何年ぶりだろう、15年ぶりぐらい、15年前の記憶なんでちょっとねあれなんですけど、エアコンめんどくさいんでまずそこチェックしてダメだったら、まあ、電気系統を見て、コンプレッサーが死んでれば、まあ、交換ですね。まあ、コンプレッサーもよく見てよ、このさ低圧高圧のところに指ぶっ刺してポンプ回すのよ。へえ、そうこうやって回して自分で、で圧縮あるかどうか見るみたいなね。へえ、圧縮あるとこうスポーンとか言うのよ。スポーンって、そうやってましたね。でもアメ車なんで、それで不具合箇所はそんな感じで、エンジンも調子いいし、でクラッチがね、強化クラッチなんか何者か入ってます。でディフが 2way 入ってるんですね。これディフはねちゃんと交換された跡がある。ほう、シール材すげえ塗ってあるんだよ、ベタ塗りしてあって、はい、交換したのか純正に戻したのか、どっちなんでしょうね。ドリフトしてみるか。ね、はい、ドリフトしてみたら分かるですね。まあアルミはねこいつつきます、ここにあるんですけど、まあこれ前後、はい、新品っすね。これ何だっけ、 C27 じゃなくて、あ、57CR ですね。グラムライツの 57CR の18インチ。でかなり純正フェンダーから飛び出すんで、オーバーフェン 40mm 入れますっていう、オリジンですね。そうです、オリジンの、フロントオーバーフェンダーとリアオーバーフェンダーで、オリジンのエアロフルキットもう届いてます。こっちにね、はい、あると思います。これですね、はい、書いてある、ほら見て、シルビアエアロセットね、ありますね。いい感じに仕上がるんじゃないのかなっていう感じですね。高さちゃうな、左右でなんか左右で高さちゃうな、これね。なんかその辺のなんかホース面とはちょっとズレがあります。ねじれてる、ねじれもしかしてドリフトやってたからねじれてる。ドリフトやってたっぽい車なんですよね、一応ね。前のいつのなんか分かんないんだけど、多分いろいろいじくってたと思う。いろいろあるんですよ、ここに水温計つけてた形跡とかね、あとブースト系つけてた形跡とかあるんですよね。あ、でこいつ唯一救いなのが、内装が綺麗。そうですね、この車の中綺麗です。そう、内装綺麗、ダッシュ版もあれぐらいしかなんか変なのないんで、あれ多分のりなんで、あ、エアバッグの、エアバッグというか手前になんか変なシミみたいなのあるじゃん、あれのりなんで、はい、そうですね。でこいつが後期モデルですね。これすあれなんだっけ、グレード、グレードが分からないっす。分からなかったっけ、ポーションプレートないんだよね、ほら後期のスペック R っていうことまでしか分からないです。でポーションプレートね、ないです。だからこう日産からと取り寄せます、紛失でだから出るみたいなんで、ポーションプレートね。そうです、なんか申請すると再発行が、再発行した方がいいよね。いや、あった方がいいと思います。怪しいもんな、
499万で買いますか。ただこれめちゃくちゃいいのが結構新品部品ぶち込んでくるんで。そうですね、うん、まあ、サスも新品言えるし、まあ、内装はちょっと純正のまま行くんですけど、まあ、エアロ組んで、あとどこやろうとか、ヘッドライト新品だよね、ヘッド新品、テール新品で、アルミも新品、てかリペア済みのアルミ、タイヤ新品でしょ。あとどうしようかな、どうしようかねまだまだ入れてく。あとブリッツ の, あのタワーバーがフロントトリアあるんで重複して買っちゃったんでね、それもセットでつけとこうかなっていう。おお、どうしよう、仕上げたら俺乗りたくなっちゃったらどうしようね、あるよねそのパターンで、これでもちょっとこっち来て、いいポイントはオーディオパネルだと、あ、センターコンソール、はい、センターコンソールと蓋、これ全部新品ね、新品に変わります、うん、買ったんで、でもであとハザードスイッチとデフォッカーのスイッチ、うん、あれも新品あるっぽいんで、ただ1個1万ぐらいする高っ、そう高い入れようかな。一応、内張りはリペアはいに出そうかなって思ってますけどね、どうですか。いや次買う人ものすごいお得な、いやいや結構やるよ。でガラフロントガラスは全部研磨しますね、これ全部研磨して、あの傷取ります、取れるところはね。そうですね。でなぜかなんですけど、ミラーがあれ純正だった、純正でした、あ、純正、純正でしたけど、うん、ちょっとカサカサでした。なんだろう、ボソボソなんのかね。うーん、まあ、ミラーガナドール入れるか純正かどうすかね。ガナドール入れる、6万ですね、未塗装で。おお、安い。あの BRZ についてるやつはガナドールで、あれ9万かそこらなんで、あれカーボンですね。ああ、そうでしたね、あれ、うん、またね、あれ配線やるのめんどくせえんですよね。でこれまだマシよ、ここガラスじゃねえもん。 BRZ あれ大変でしたね。あれもガラスだから、ガラス外してプレート入れて入れ替えてましたね。そう、鉄板入れて穴開けて寸法出して、大変なんですよ。自分の車だからこそ真剣にやってたってのもあるけどね、まあ、こっちもね、まあまあいい感じになるんじゃないですかね、はい、で予約受付中です。予約受付中、今のうちに言ってくれといたら、この部品入れてほしいってのがあったらね、要相談で入れてきますんで、そんなでもやることなくね。そうですね、うん、で内装とか、もうエンジンルームも全部一回きれいにし、するんで、汚いところ全部、まあ、ゴムホースやらなんやら全部変えてやってきますね。でシリコンホースとかでも安いの使わずに高いやつ使って、ちゃんと3層のやつ、お、うん、折れてさ、バキューム吸わんくなって、なんか具合悪くなったりするじゃんね、安いやつふにゃふにゃですからね。そう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 、なんかその温度が上がってくるとさ、うん、グニャンってなって何ていうの調子悪くなるっていう。いい感じだねこれ。そうですね。さあ実際予約受付中です。ぜひ、私のインスタグラムの方に連絡ください。見に来てもらっても構わないんでね、本当に事故やってねえのかとか、まあ、リフトに上げて足回りも見たんですけど特に異常ないですね。ただふわふわしてたんで、はい、うん、ちょっと乗ったけどその辺ね、なんかグーングーンみたいな。あ、なるほど。そうでこの辺ナックルもなんか変えちゃおうかな。お、いやー、やめろやハブベアリングは変えてもらうか。あ、 そうすると、ね、距離も距離なんで、うん、パリッとするかもしれないですね。そう、ハブベアリングだけガレマリ持ってってやってくれっつって。じゃああれハブベアリングあれか、プレスいらんか、叩き込みでいいもんな。そうですね、叩いて。俺アメ車しかやったことないからさでうち本当ガチガチの会社だったから、俺日本車が入ってきたことないもん。俺5年いて2台ぐらいよ。2台、1台はトラック。お、うん、2台目はトラック。じゃあ2台ともトラックだねしかも俺触ってねえしみたいな。あれブレーキめっちゃむずいよ、なんかダブルでタイヤがついてるからさ。あ、2トンとかで俺は触らせてもらえんかった、その当時。お前はもういいとか言ってそんな感じだったんで、日本車マジいじったことねえな。でもまあ原理は一緒なんでね、古い車だし、まあ、叩き込みでしょ、こうやってパンパンって。めんどくせえからやってもらおうか。いや、そうですね、うん、上塚さんに行ったらもうタダでやってくれるからどうせ、うん、俺タダでやってくれるもん無理やり言うと持ってっちゃうもん車。もう直接連絡して隼人さんとかに、いや用意しといてくださいって言うと、隼人さんめっちゃ用意してくれてで行くと上塚さんぶち切れてるもんね聞いてないよ僕とか言ってそうですね、行ってないんでね。とにかくね、そんな感じなんで、もう予約受付中です。ちょっと高いんですけど、うちでオートローン、あー、ローンまだだよね、全然先だよね、ローン組めないんで、まだ現金で一括現金持ってるやついねえよな。499万、みんなどうやって買うんだろうね、ローン。どうなんすかね、まあ、前車屋行った時みんなローン。僕前の会社の時は結構ローンの方多かったですね。多かった。俺オールキャッシュなんだけどね、キャッシュマンの。
なかなか、あの前の会社は法人名義のローンっていうのが多かったです。あ、まあ、5% 利益出る、ね、投資案件に投資しとけばさ、車のローン組んでもそれで払えちゃうもんね。だけど実質ただっていう、金あるやつって有利だよな。本当ずるいです、お金持ちね。はい、ということでね、この1号くんは、絶賛予約受付中ということになりました。であまりにも買い手がつかなかった場合はもうあの辺に並んでもらいますどっか1個スペース作ってね、はい、でもガレージももう1個借りたんで、そっちにも車移してって、ここスッキリさせてって感じでいきたいと思います。はい、ということでかいちゃんでした。ありがとうございます。